今日は今私が一番訴えたいこと、やってみたいことをお話しします。私は不妊治療の時に経験した困ったことや感じた不安を共有したいという思いでこのチャンネルをやっています。しかしこのチャンネルだけでは十分でないとも思っています。不妊治療、さらに言えば子供を授かろうとすることに関して、どうすればもっと情報にアクセスしやすくなるのか日々考えています。現在は不妊治療の情報が誰でも簡単に分かりやすく、いつでも気軽に手に入る状況ではないということです。まず不妊治療を始めようと思った時に必要な情報である、医療機関の情報、経験者の声、行政の窓口など、どこを探してよいのか、誰に相談すればよいのか、全くとは言い過ぎかもしれませんが、わからない状況だと考えています。これは例えるならジョジョの3部で写真1枚からディオの場所を探し当てるぐらい大変な作業だと思われます。この状況を打開するため、このチャンネルで情報を発信しようと思ったわけですが、動画を作るにあたっていろいろな情報を調べています。その多くの情報は厚生労働省のサイトに掲載されています。では厚生労働省のサイトを閲覧すれば不妊治療の情報不足は解決なのかといえば、そうではありません。なぜなら厚生労働省のサイトの内容は難しい書き方の場合が多いからです。読み応えがありすぎなのです。気軽に読める感じではないのです。さらにまた別の問題もあります。医療機関の情報です。不妊治療を実施している医療機関の情報は個々の医療機関のオフィシャルサイトを探すしかなく、比較検討ができるような複数の医療機関がまとまっている情報がありませんでした。もしかしたらあるのかもしれませんが、私には見つかりませんでした。また経験者の声がデータとしてまとまっているようなサイトもありませんでした。そこで私が考えるのは、不妊治療の総合ポータルサイトの必要性です。ホットペッパーやカカクコム、スーモのような、誰でも簡単にアクセスでき、情報の比較検討が簡単で、口コミなどを見れる、そのようなサイトが作りたいと思っています。自分でやれるのが一番ですが、自分がやれないのであれば誰かに作ってほしいと思っています。そのポータルサイトの内容は以下のような内容が良いと思ってますが、いかがでしょうか。不妊治療に関する医療機関の相談窓口の検索ができる。不妊治療に関するお金の問題が簡単に解説されている。年齢、収入、地域によって不妊治療の経験者の話が検索できる。不妊治療に関する法律の変更や医療の進化などのニュースが配信される。養子縁組に関する法律の変更が配信される。性愛についての勉強ができるコンテンツがある。このような情報が満載で、ユーザーが検索しやすく、欲を言えばスタイリッシュで楽しげなサイトを作るべきだと考えています。これが私の夢であり目的です。今日は私の希望をおしゃべりしました。次回からはまた不妊治療に関する情報をアップしていきたいと思います。それではまた。